覚えてる？笑ったんけんちゃうみたいな。早く始めてよ。せーの、みひろのもと始まるよ。みひろとかすみかほです。よろしくお願いします。はい、お願いします。あの、大丈夫ですか？あの、体力の方はお二人とも。え、ちょっともうね、あくびが止まんないです。いや、私は元気になってきましたから。逆に、うん、確かに声のトーンがちょっと高くなってきました。ですよね、はい、声にも張りが出てきたから。お腹空いちゃって、お腹空いちゃったよ、こっちだって。なんかペコペコだって。なんか食べたくない？食べたい。お腹空いた。そうだよね、お腹空いた。いやいや、企画がありますから。だって何にも、虫抜きですか、こういう YouTube。いや、まあ、だから一応頼んでます。でパスタを。イエーイ。めっちゃ元気やん。ということで、はい、今回やってみたい企画はミッヒーとカホッチ、二択選ぶのはどっち？おい、どっちどっち？性格違うからね。確かに。シンプルな二択の問題です。うん、例えばデートするならどっち？家派外派っていう。問題が出たとしたら、うん、答え、それぞれ答えてもらうと。わかります。あ、二択ってそういうことですよね。二択ってそういうことなんで、はい、あの、丁寧に説明しなくて。なんでそんな冷たくするの？優しくしてあげて。ということで、はい。行きましょう。はい。イェイ。行くぞ。急なテンション。やるぞ。やってよ。やってよ、待ってんだから。いきます。いきまーす。ゆっくり言って。いいよ、その掛け声は。物事の選び方はどっち？理性で選ぶ、直感で選ぶ。せーの、直感。理性って何？ちゃんと物事考えて、よく考えてってことだよね、うん、とか、調べてとか、いくらいくらかとか、あの、あ、これあ、けどあの服と合うかなとか、うんうん、直感じゃない、考える、めっちゃ慎重に考える、はい、後悔したくないから。あ、いいじゃん。でも結果一番最初にこっちいいなって思った方を選べばよかったみたいな時もあるから、直感でパンって動ける人いいなって私は思うけど、つい考えます。なるほど。考えない。何も考えない。後悔しない？後悔したらそれはそれでって感じ。いい性格。じゃあしょうがねってなっちゃう。いい性格。じゃあちょっと似てるんですけど、デートするなら計画派、流れ派。あー、せーの、流れ。じゃ、計画は決めない。じゃあ日にちと、うん、じゃあどこに場所、うん、は決めるけど、うん、そこの場所に行って、うん、なんかすごい細かく決める人いる。これ食べてとかね。じゃあここ最初寄って、うん、でここのお店行ってとかで決めるのつまんなくない？うん、私やんない、うん。行きたいところに行く。だからさ、二人だと良くないよね。そうなの？だから韓国になったんじゃない？分かんないけど。でもなんかそう。ああ、ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。なんかめっちゃ大きくない？大きい。すごい。あ、なんか黒くない？すごい。すごい。うまそう。ちなみに森さんのだけ大盛りにしました。あ、優しい。すごい気の利かせ方。うまかった。ういー、何これ？ナポリタン。おー、シートケチャップ、ケチャップ、パスタ、スパゲティ、ウェーイ。いただきまーす。失礼します。森さん大盛りの。そうですよ、カルボナダイエット中とは思えない、うん、合わせてた。え、食べましょうか。あ、大丈夫です。私大丈夫です。めちゃめちゃ。あ、どうぞ。
ばい、すっごいお腹空いてる、うん、まあちょっと一応ね、まあまあちょっとね、食べながらでいいんで答えてくださいね。はい、はい、人生で優先するのはどっち、仕事、恋愛。人生で、人生で、いやでも私は悩まないな。せーの、恋愛。うわ、意外。まあ、この年だから。あ、そういうこと？若かったら仕事って言ってた。絶対仕事って言うと思って、私が知ってるみひろは仕事。でしょ、うん、もうやっぱこの年になったら、やっぱ恋愛、プライベートを充実させたいですよね。うん、わかる。ずっとお仕事に捧げてきてたから。そうだね。うん。意外、変わったね。変わってきたね。すごっ。うん。まあプライベート充実してないとだよねって思う。うんうん、そうそうそう、仕事頑張れるのも。うん、うん、カホッチはもう若い時から恋愛？うん、うん、私基本楽していきたいって楽して、基本あんま働きたくないから。うん、そう、楽しく働きたい。うんうん、が無理して頑張りたくない。うん、クオリティさんは、うん、森田さん、僕、うん、どこの人はどうなんだろう。恋愛です。恋愛じゃん。恋愛ね、したいよね。恋愛したい。だんだんしなくなってくるじゃん、うん、あんまり人にもときめかなくなってくるし、だから余計若い時より強くなるかも。うん、ときめきたいな。ときめきたい。結婚したい。合コンする、うん、合コン企画しません？あなた結婚してんじゃん。え、ダメなの？じゃあ次行っていいですか？能力を持てるならどっちがいい？心が読める能力、未来が見える能力。むずっ。いやもう直感でいきましょう。せーの、未来。でもこれ消去法ですよ。私はどっちもいらないけど。いや、いる？いらない。心、人の心が読めるってことでしょ。いやだ、つらい、つらい。そんなんもう疲れちゃってしょうがない、うんうん、って思った。うん、嫌だと思った。絶対嫌だと思った。未来も見たくないね。未来が見えちゃったら楽しくない、うん、見えないから楽しい、頑張れるし、うん。でも未来見れてたらさ、うん、あ、この未来変えたいなと思ったら変えれるのかな。あ、自分の行動次第で。そうかもね。うん、じゃあ未来でいい。未来でいいよ。ここだよね。いやだって可愛いねとか言いながらさ、うん、こいつなんか切ったねって思ってるかもしれないじゃん。いや、逆があるかもわかんないじゃないですか。その逆パターン。で、大体人の心はなんて黒いよ。そうだよね、うん、いいこと言っといて、うんうんうん、あの中じゃ何思ってるか。そうだよね、みひろさんすごいですね、かすみさんすごいですね、うん、心ね、はぁ疲れるわみたいな、この女疲れるわみたいなさ。何があったんすか。いろんな人を見てきたんですよ。そうね、いっぱい生きてるからね。センスが身につくならどっちがいい？笑いのセンス、ファッションセンス。せーの、笑い。やっぱ仕事だったら笑いが必要かもしれないけど、うん、いらないよね、そんな。普段ファッションセンスは何て言われるんですか？変な格好してるやつよく言われる。そうなの？結構、なんかすごい両極端に分かれるんですよ、はい、いつも可愛い格好してるねって言ってくれる人と、うん、いつも変な格好してる。変わってるよねって言われたり。え、そんな変わってるっけ？ファンの人とかにはよく言われてたよ。ダサいって言われた。はっきり言われてるじゃないですか。でも韓国に行った時のなんかチェックの、うん、なんかシャツみたいなのあ、コーデ買ったやつ。あ、めっちゃ可愛かったよね。ちょっとおばさんっぽくて。嘘。
ってこと。パジャマみたいで、おばさんみたいだった。います？写真。あ、見たいです。可愛いチェックだったんだよ。おばさんみたいだったよな。しかもなんかメガネかけてなかったっけ。あ、そうそうそう。目がちょうど悪くなった時で。ね、結構ね、そう、おばさんっぽいとかね、言われるかな。なんか、パジャマ着てんのとか。確かになんか。変な顔でしょ、こんな、なんで見せんのこんな変な写真を。現地のコーディネーターみたいな。そうだ、なんかでも、あね、この斜め掛けのバッグが AD さんみたいになっちゃったとは思ったよ。いいの動画使えてやるよ。おばさん。動画。ひどい。ちょっと涙が出てる。これは、シャツがおばさんじゃなくて、私がおばさんってことだ。ね。着てる人がってことでしょ、まあ、着てる人、自分に合った服を着ないといけない。ひどい。笑いのセンスが欲しいの？笑いのセンス欲しいじゃん、やっぱり。なんで？え？それ仕事的にってこと？まあ仕事的にもそうだよね。あとさ、みんな 笑わせられたらさ、うん、幸せじゃん。笑わせてんじゃん、もう十分。違う、あなたに あなたに笑わせてもらってるんだけど。それ別に笑わせたくてやってんじゃないか。真面目にファッションして楽しんでるの。笑わせられたら幸せですから、うん、はい、十分だけどね。そういうことです。はい、次行ってください。傷つく。好きな人から言われたいのはどっち？君が一番、君が特別。せーの、君が特別。特別、特別。1番は2番3番もいるのって私はなんか言っちゃうの。つい一番可愛いよとかさ、一番気持ちよかったとかさ、うん、何順番つけてんのとかってひねくれてるから、うん、特別の方がなんかオンリーワン感があっていいな。そうだね、うん、次いきます。はい、喧嘩中に思うのはどっち？絶対謝りたくない、謝って早く終わらせたい。せーの、絶対謝りたくない。絶対謝りたくない。え、なんで？え、私もう早く謝って終わらせようって思ってる精神がほんと嫌だ。なんかちょっと大人ぶった感じでさ、悪いと思ってないのにさ、ごめんねみたいな、その場しのぎごめんねとかって言ってさ、ね、はって思って、何大人ぶって、はってな。何の問題解決にもなってませんよ。朝まで話し合いましょう。めんどくせえ。めんどくさいと思う。めんどくせえ。自分が悪かったら早く謝るよ。謝りたくないって 思わない。あ、自分が悪かったらね。けど理不尽なことで相手が、うん、で喧嘩になって、うん、あ、そういうこと。理不尽だったら謝りたくないな、うん、喧嘩の種類にもよると。うん、え、ちなみに溜め込むタイプですか、それとももう腹立ったらすぐ怒るタイプですか？すぐ怒る。すぐ？うん、夫男女だったらすぐ、うん、友達同士だったらめっちゃ溜め込む、うん、そうだよね、うん、言えなくない？友達同士唯一言える。そうですね、うん、と基本は我慢しちゃう、うん、喧嘩っていうよりも離れるね。そう、そうなっちゃうじゃん。ああ、まあ、合わないな、もうちょっと嫌だ、疲れるってなって連絡しなくなる。あんまり付き合うのやめようってなっちゃうもんね、うんうん、確かに、うん、今何個やったっけ。ポンコツか。ポンコツか。何個やったっけ。いつもなんですか。毎回ですか。じゃあ、あと2、3問で終わりましょう。うん、目玉焼きにかけるのは醤油？ソース？うん、せーの、醤油。ソースかけたことないけど。ない。え？で醤油もそんなかけない。何かけるの？塩コショウ。へえー、シンプル。でもこれ半熟のところの黄身のとこちょっと割って、うん、ちょっと醤油かけると美味しいよね。へえー、あ、じゃあどうやってかけてんの？シャーシャーシャーってやって、あとマヨネーズピャーって。マヨネーズも。あら、贅沢。美味しいよ。
そうなの、うん、醤油とマヨネーズ、うん、ソースとマヨネーズの方が美味しそうじゃん。いや、まあ、これ広げるこれあの醤油かソースかだけ、めっちゃ広げてくれてるんですけど広げてる意識はないけど、うん、話一つ出ちゃった、うん、ちょっと続けていきます、はい、ご褒美飯はどっち、お寿司、焼肉、もう、はい、せーの、寿司。お焼肉は油が、あ、そうだ、え、肉がまだもんね、油がちょっと、え、でもみひろさんあんま食べれるの少ないですよね。お肉、寿司食べれるよ。これエビでもダメでしょ。エビはお寿司屋さんのエビは食べれるようになってきた。あの、その贅沢なんだそれ、高い新鮮のやつを食べますけどみたいな食べれるようになってきたから食べるようにしてる。うん、あ、2人ともお寿司なんですね。なんでお寿司、年油、あ、じゃあ若い頃は お肉やった。うん、うん、お肉、肉だったね、何でも肉。じゃあこれちょっと聞いてみたいな。どっちタイプ、ツッコミ、ボケ。せーの、ボケ。両方ボケなんや。ツッコめない、なんでねみたいな、なんかすごいどうしようもないツッコミしかできないだって番組の時ね、ボケだもんね。誰が一番上手だった、マスカッツでツッコミ。え、ツッコミが上手い人、うん、女の子ね、うん、みんなボケな気がする。でもリオッチ私上手だなって思うけど、あの、まあ、ワードセンスが、まあ確かに、そのなんでねみたいな、そういう感じじゃないんだけど、うんうん、なんか拾うよね、ちゃんと。確かに。でリオッチはもう何でもできる、まあね、うん、エースだよね。そう、本当、へえ、すごい優秀、うまい、よくできた子だよ、うん、元気かなね、来てくんないかな絶対一番怖かったそうだけど、もし見てたな、見てたらリオッチ来てください、来てください、突っ込んで、ね、これちょっとファンの人から、三浦さんのファンの人から質問あったんですけど、うん、男性にカラオケで歌ってほしいのは、盛り上がるノリノリの曲、しっとりとしたバラード曲。せーの、バラード。バラードじゃない、ノリ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 、うん、ノリノリ、うん、私よくリクエストしちゃうのがバラードだから、うん、男の人に。だからバラードなのかな。それさ、はじめましての人でも、うん、バラードリクエストする、これ歌えますかって言って、うん、夏の終わりのハーモニーが好きだから、うん、歌えますかって言って歌ってもらったりする。けどさ、カラオケ来たー言うて急に夏のハーっていう歌われるのも辛くないですか。1曲目でリクエストするの？1曲目で？いや、1曲目じゃなくて、リクエストするんじゃなくて、うん、あ、みんなでカラオケ行こう言って、でも、じゃあ何行く、みんな、あ、じゃあお前歌えやとかってやってる中、急にバラードで一発目歌い出すとどうします？うん、別にいいよ。あ、気にしない、うん、うん、好きな歌だったの？うん、自分に酔いしれてかっこよく歌われたら、なんか、えって思っちゃうけど。うんうん、ノリノリ？ノリノリのがいい。本当？ロンチのバラードやだ。かけじゃん。でもまあ何曲か聞いて、あ、この人歌うまいなってなったら、うん、バラード。ロンチはどっちもきついけどね。でもまだノリノリの方がさ、まあ、笑えるけどさ。そうだね。バラードで超ロンチだったら。お前下手くそなんて言えないもん。バラードじゃ言いにくいよね。ね。次いきます。これもあの、ファンの人、同じ人から、うん、ディズニーランドで楽しみなのは、うん、アトラクション、パレード。せーの、パレード。お、パレードとアトラクション、うん、もう三半期間がもうダメです私まあそう、わかる、そこはちょっと悩んだけど、うん、でもそんなさ、ディズニーランドってそんなないじゃん。え、それ消去法でパレードってこと？もう三半期間がやばいからもうちょっと乗れないなっていう。え、じゃあディズニーランドいついつ行きます、うん、うわあれ乗りたいとかじゃなくて、あ、うん、うわパレード見たいってなるんですか。まあどっちかって言ったらそうかも。それか耳つけて、うん、あの女同士でワイワイする方がなんか楽
しみだったりする。アトラクション。なんか好きな乗り物あるんですか？ディズニーランド。ディズニーランド、もう何年も行ってないかわかんないけど、私もともと絶叫系が好きなんで、バーとか落ちるとか、ヒャーとか。だから、そっちの方がせっかくだったら、そっちの方がいいな。パレード並んでまで見たいと思わないかな。ちょっとお腹いっぱいになってきてね。ちょっとね、コーヒーとか飲みたいな。ラスト2です。2? 水着を着るなら、ビキニ、ワンピース。せーの、ワンピース。ビキニ。なんで？自信があるから。うん。さすが美容に気を使ってらっしゃる。今鍛えてますから、うん、ね、それは見せなきゃね。だって見せるために鍛え始めた。そうだよね。いつ見せてくれるの？ん、もう見せたよ。え、もう見せたの？ SNS でね。あ、そうなの、うん、水着いっぱい着たよ今年。うん、すごいね。でも、うん、そうありたいよね、うん、何歳になってもビキニ着たいじゃん。着たい。もう着れないもん。だワン、じゃあワンピースだからいいかっつったらもう水着を着たくないけどね。あ、本当？うん、やっぱさ、人の前にずっと出てるっていうのはすごく大事だと思う。出なくなるとこんなに体が緩むもんかって思う。本当？本当に。どこが緩んだ？腹腹、腹、背中、腰肉みたいな、この辺が一気に。ここ見せなくなるとこうやってさ、こうダボダボの服しか着なくなるじゃん、ね、うんうん、で楽ちんだなーなんつってさ、うん、そういうのばっか着ちゃうからチェックのシャツ着てさ、だからね大事大事、うん、大事ビキニですよ、やっぱり水着は。みんなビキニって本当は言いたい。じゃあラスト、男性に求めるのはお金、生活力。せーのでお金、お答え。生活力って何？生活力って何？自分で皿洗えるかとか。え？皿洗えるかとか、そういうこと。あ、生活面ね。生活、生活、そうだから家事ができるとかじゃないですか、ね、家のこともちゃんとできるかとかってこと？仕事だけじゃなくて、うん、せーの、お金。おお、うん、違うね、お金。生活は私に任せてって感じ。すごい、うん、全部やってあげるよって。やるよ、その代わり稼いで。何にもできなくていい？家の中で。いいよ、靴下脱ぎっぱなしとか。あ、全然平気。平気、うん、うん。私片付けるの好きなの。まあ風呂入らずベッドに寝てもいい？小じきみたいなのは寝てもいい？小じき言うじゃんそれはもう嫌よ。頭洗わないとかさ、それは嫌だけど、月の人とか嫌だよね。まあ極端だけどね。極端、まあでもそれ、でもめっちゃ金持ってくる。そう、やってあげる。そんな人は何稼げないと思う。そうね。え、かほっちもお金？もう金かな。お家のことはできるからなと思って。さすが。自分ができないことをやってくれる人がいいから。うん、稼いでくることを。うん。うん、ですよ。なるほど。どうですか。いや、盛り上がりましたね。ねえ、棒読み。なあ、へったくそだな。いや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 。ねえ、へったくそ。めっちゃ盛り上がりましたね。盛り上がったけどね。はい、まあね、うん、楽しかったですよ。はい、ですね。うん、なんかいろいろちょっと、まあ、似てる考えのところも多かったし、うん、意外と多かった。意外でした。うん、多かったね。多かった。そっち答えるんだって、うん、やっぱあれかな、年齢重ねて変わったんだなって思った。そうだね、こっちだろうなって思ったことと逆を言われたかな、うん、恋愛仕事とね。そうそうそう、うん、面白い。はい、ということで以上です。終わり方下手くそ。今日は一回締めてもらいましょうか。そうだね、準レギュラーだから。何？どうやって締めんの？何でもいいよ。カホチなりの終わりの締め。いやー、盛り上がりましたね。あの、あれ言ってください。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。あ、何？それ言ってみたい。うん、何？ミーロンの元、うん、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。また見てね。見てね。
るよ。また来ちゃうよ。チャンネル登録よろしくね。高評価、コメントも書いてくれたら幸せです。みひろのもと、よろしくね。